女三の宮は、歴代の天皇の三番目の姫宮のこと。物語に登場する、本名のわからない、架空の第三王女の便宜上の名称。代表的な例として、源氏物語に登場する内親王が三人いる。桐壺帝の同母妹、頭中将、葵の上の母、大宮を参照。桐壺帝の第三王女、鴨山院。 母は、古紀伝女語。須作三角の第三王女、光源氏の形出。後日。源氏物語、源氏物語の登場人物女、三宮女三宮は、紫式部の物語、源氏物語に登場する架空の人物で、第二部と言われる、若名牧以降の重要人物。光源氏の命にして形出。須作院の第三王女、二品内神皇。 母は、藤坪中宮のの伊坊妹である、藤坪女御落葉の宮は、伊坊姉にあたる。出家することになった、須作院が、裏若い女三宮に母もなく、後見人もいないことを不憫に思い、順大上天皇となっていた源氏への効果を決断、制裁として六条院の春の町の神殿に入る。源氏も内心王というブランドを手に入れること、また紫の上と、 同じく不実坊の命であることに心を動かされ、結婚を承諾してしまったものの、容姿は美しいが不実坊にはさほど似ていなかったことと、父に溺愛されて、過保護に育ったゆえの彼女のあまりの幼さに失望し、帰って紫の上への愛を増す。しかし、かねて彼女に思いを寄せていた柏義との一方的で、強引な王政の結果、不義の子、 カオルを生むという苦難を経て精神面が急激に成長。さらにことに気づいた源氏に皮肉られ、耐えきれなくなった女三の宮は父スザクインに願って出家する。二となった若い宮を源氏は今更のように惜しんだが、宮はもはや源氏に対して見向きもしなかった。源氏亡き後は六条院を出て、スザクインから譲られた三条宮で余生を送る姿が、 宇治十条に登場する。子育てに興味も示さずに、ただフッつの道にすがる女三の宮の姿は、息子のカオルの性格にも根深く影響しており、カオルが成長してからはかえって親のように頼りにしていたという、ありがとうございます。